その先頭、今日はスタメンキャッチャーのクラブです。まずは初球ストライクを取りました。加藤さん、はい、どうぞ。鎌田投手の立ち上がりについて森山ピッチングコーチですが、ブルペンではコントロール変化球のキレともによく一軍に上がってきてから一番いい感じだと言っていました。初回は硬さがあったと思うが2回は落ち着いていたので、このまま小さくまとまらずに大胆に投げてほしいと言っています。はい、森山ピッチングコーチの立ち上がりの印象を伝えてくれましたけども、ブルペンでは3回目の登板ですが一番良かったと、はい、いうことだそうですね。まあ、2試合投げて、ね、勝ち星もついて、はい、うん、まあ、ある程度の余裕はできたと思うんですね。はい、で森山コーチは小さくまとまらずということで、まあ、本人は昨日浜田レポーターが、ね、インタビューしてくれましたが、ちょっと小山選手大丈夫かな、本人もまっすぐで押せるレベルの高さは感じたけどもという話をしてました。これ膝のあたりですかね。そうですね、ファールチップがそうですね、膝のどこ当たったんですかね。あ、膝頭レガ、ちょうど膝の上ですね。そうですね、まあ、レガスはしてるんですが、それでもかなりのダメージがあったようです。衝撃は強いですからね。まあ、本当に、イーグルスファンの方はご存知だと思いますが、島選手が、ね、5月13日のバファローズ戦でファールを当てて右手の親指を負傷して現在ファームに下がって、まあ、現在はこの小山選手、そして島選手と入れ替わりで24日先月上がって戻ってきた石峰選手という2人体制なんですが、まあ、怪我の多いポジションとはいえね、ちょっとこれしゃがんだり立ったりというのも痛みをこらえながらとなりますが、ちょっとしばらくは痛いでしょうね。ですか、うん、痛みが消えるまでね。うん、ただ非常にマスクをかぶり続けます。その小山は外へ、ファールチップ、このままミットへ、空振り三振です。鎌田、これで先ほどの回から通じて3者連続三振になります。いい球ですね、スライダー、はい、今はコースも言うことないですよ、あのところね、はい、でこの球をですね、左バッターに投げてほしいです。もっと使ってほしいですね、はい、まあ、見てまして、今日左にあんまり投げてないですね。少ないですよね、あそこに来てるっていうのは、はい、そのあたりでこの、ね、左バッターの天谷選手に対してどうでしょうか。はい、これまず外から入りますよね、まあ、カーブで、そうですね、はい、変化球で、うん、まあ、カーブでストライク取って、ある程度カウントを加えてからスライダーという感じなんでしょうか。はい、続いて今度は大山、外低め、フォークでしょうか。フォークですね、うん、振っていません。左バッターに対してはフォーク多いですよ。ああ、はい、スライダーが少ない分逆に左にはフォークと、うん、フォークを使ってますね。うん、ここでインサイド膝元、うん、高めに来ましたが、松本さんこれファールになりましたけど、うん、今のところを、はい、まあ、キャッチャーを要求したところに来てほしいんですよ本当はね。球種はスライダーと、はい、はい、今甘くならないで高めのスライダーになったんですよね。コースとしては良かったと、コースはいいところなんですよ、はい、高さがということですね。そうですね、はい、まあ、その辺でスライダーのコントロールという話を田村レポーターも伝えてくれましたし、松本さんも、ね、触れていただきましたけれども、まあ、本人とすれば一番自信を持っている球ということになりましょうが、空振りです。フォークですか、はい、左バッターには松本さんの解説通りこのフォークボールをうまく使っています。まあ、レベルの高いプロでもまっすぐでは押していけるなと言っていた鎌田投手なんですが、はい、いやいや、なかなかどうして、変化球も一通り持ってますし、はい、まあ、これがコントロールされるようになれば今みたいな形でね、きちっと取れるになっていくんですよね、はい、打席そよぎに変わりました。ここは一転してまっすぐ、今日はまだ球速140キロ台、まあ、前回初勝利を挙げたスワローズ戦でも140キロ台にとどまりましたが、ただ白星を手にしてこのケースター初見山となっています。18歳のルーキー、ドラフト2指名の鎌田。
ップしに行きました。今のもスライダー。スライダーですね。ですから、まあ、あのちょっと大きめと、はい、そのカットボール、カット気味の、はい、だから、まあ、逆にカットって言ってもいいんですけど、ストライク見逃し三振です。この回3者連続三振、先ほどの回から合わせて5者連続三振、ルーキー鎌田が乗ってきたようです。テスタ宮城3回表終了、2対0イーグルスがリードしています。一通りの球種も持っていて、そして松本さんのご紹介通り打者に向かっていく姿勢というのも存分に見せています。松本さんでしたらこれどんなサイン出しますか。ここは、まあ、あの普通に考えればスライダーで、攻めていきたいんですけど、はい、7球目まっすぐだ、空振り三振、力でいきましたね。いやねじ伏せていきました。やはりバッター打ちたいっていう気持ちは強いですから、ある程度のボール球手を出しますのでね、はい、その打ちたいという気持ちを逆手にとって149キロのストレート。いやここ一番は力でねじ伏せました。さあしかしまだランナー3人残っているまま、しかし2アウトにこぎつけました鎌田。まあ、ここはね初球気をつけないといけないと思いますね。はい、入りですね。はい、堂林も積極的に打ってきますんでね。さあその初球変化球、その堂林も狙っているところでスライダーでしょうか。スライダーですね。松本さんがお話しいただいたこの鎌田もそうですが、小山も含めたバッテリーのねこのね配球と、そしてマウンド上鎌田のピッチング、まあ、この勝負の駆け引きっていうのがね非常にこういう場面では面白いですからね、見ててね。まず打ち気に入るところスライダーから入って空振り、そしてこれもちょっと抜けましたけど、スライダーが抜けてインコースに行きましたね。逆にむしろ体に近いところ行ってよかったでしょうか。はい、そうなんですよ、あれが甘くなってないですからね、インコース気味ですから難しい球になってるんですね、バッターとすれば。松本さん、やはり勝負は焦らない方がいいですか。いいですね、はい、ただ逃げるんじゃなくてね、あ、はい、あのいいところでこう見極めさせるっていうんですかね、攻める姿勢を忘れずにいきたい鎌田。三球三振、ワンアウトフルベース、味方のミスもありましたが鎌田がそれを帳消しに、ナイスピッチングを見せました。最後は堂林も空振りの三振、ここ一番連続三振でピンチを切り抜けました。素晴らしい、ナイスピッチングでした。4回の表終了、2対0イーグルスのリードが続いています。